さっきぶりさっきぶりすぎる。3分ぶりありがとうございます。ちょっと皆さんがまた入ってきたら始めようと思うんですけど、あの MV の衣装がね緑なので、テロップが緑のハートになってます。あんまり使わないんだよね緑ってだからポイ積んじゃった期間になってから履歴に緑が入るようになりました。お、入ってきたかな、入ってきた、お、いい感じ入ってきましたね。いきますよ、それでは始めさせていただきたいと思います。2部お願いします。お、マリリーありがとうね、嬉しい。昨日ぶり、昨日ぶりだよね。本当に本当に嬉しいよ。これからもたくさんいろんな話をね、大好き、ありがとう。私もマリリー大好きだよ、ありがとうね。お、続いてはマサシさん、ありがとうございます。5月に初めて握手会してまた行きたいと思いました。嬉しい、また いつかの握手会で会えるの楽しみにしてます。見て、呼び捨てになってたマサシさんありがとうございます。これからもよろしくね。お、フィルさんありがとうございます。8年ぶりのおしめが決まり、え、すごい、リップグロスの時に、あー、めっちゃ天使、嬉しい、めっちゃ前からいつも応援してくれて、天使の羽で舞い上がってください、ありがとう、すごい素敵な言葉、これからもよろしくね、ありがとう。お、続いては大阪のとしまささん、ありがとうございます。大阪今度ツアーで行くからとても楽しみ。北斎の都で早速見つけてもらいびっくりしました、嬉しいありがとうね、これからも末永くよろしくお願いします。お、続いてはマクフライさん、ありがとうございます。いつもファンのことを大事にしてくれてとても嬉しいです、嬉しい。マクフライさんも健康第一に、一緒に頑張ろうね。あ、いた、ありがとうね、ありがとうございます。お、続いてはひがちゃん、さっき見た、見つけたぞ。どういうこと、今日から転職して新しい仕事を始めることになりました嬉しい。じゃあニューヒガとニューアイリで一緒に頑張っていこうね、大好きだよ、ありがとう。お、続いてはたけしさん2枚目、ありがとう。2部も安定9月21日の握手会、誕生日でアイリさんにお祝いしてもらいたいから行きます嬉しい、9月21日楽しみにしてるね。昨日のお話し会でも楽しかった、ありがとうね。お、サイオン2枚目、ありがとう。おもろすぎて TikTok めっちゃ見返りました続編楽しみにしててね、ありがとう、 TikTok 見てくれて。お、サイオンいた、ありがとう、初に見せた、ありがとね。お、ラックさんありがとうございます。こいつにやったセンターテレパス支援、華々しく開けた20歳をこのまま勢いで駆け抜けよう。え、そうだよね、ありがとうございます。一緒に一緒によろしくお願いしますね、ありがとね。お、続いてはけんちゃん、ありがとうございます。私の誕生日ダブルでおめでとう、嬉しい、ありがとうございます。同じ会と握手会で会えるの楽しみにしてます、嬉しい。いっぱいいっぱい素敵な一年にしていこうね、ありがとう。お、
続いてはジョイポンコンコンさん、ありがとうございます。オンラインサイン会ありがとうございます。サイン届くの楽しみにしててね、いつもありがとう。お、続いてはたくみくん、ありがとうございます。いいまいね。あー、間違えちゃった。よし、綺麗に書きました。今度は二十歳になって大人っぽくなった愛ちゃんをさらにたくさん会いに行くよ。ありがとうね。大人愛ちゃんも赤ちゃん愛ちゃん、赤ちゃんじゃない、可愛い愛ちゃんもたくさん愛してください。ありがとう。赤ちゃんじゃない、間違えた、違う違う。お、続いてはケーセティさん、ありがとうございます。ありがとう、押してきてよかったって、嬉しい。思い残すことは、いや、そうだよね、まだまだね、いっぱいいっぱい何があっても大好きでいるからね、いっぱい嬉しい。あ、いた、ありがとうね、ケイセティさん、これからもよろしくね、いつもありがとう、大好きだよ。お、シュウエモンさん、ありがとうございます。嬉しい、ドラマもいっぱい見てくれて、毎日がスマイル天使でありますように。ありがとう、シュウエモンさんをスマイルにできるように私も頑張りたいと思います。ありがとうね。お、続いてはセカチンハート。このハートはさ、ひらがなで合ってるんか、セカチン。8月9月、お、衣装は何で着ていくか楽しみにしててね、嬉しい。セカチンも体に気をつけてね、ありがとう、また会おうね。お、続いてはガリ、ありがとう、2枚目。自分の子供が逆立ちで校庭を5000周するという夢を見ました。助けてくださいって言われたけど、そのまま見てればいいと思います。5000周してください、ガリも。ありがとう。お、カッツン、ありがとうね。お、最強のアイドル姉妹タッグチームとして頑張ってね。そう、キーちゃんと仲良く、これからも頑張りたいと思います。ありがとう。お、ナギチョス、ありがとうね。2枚目ある、嬉しい、私も毎日頑張ろうと思える、いつもありがとう、夢だったセンター楽しんでね、ありがとうね。ナギチョスといろんな思い出また作っていきたいと思います。ありがとう、大好きだよ。お、アンタロさん、ありがとうございます。嬉しい、なんか素敵な言葉いっぱい書いてある。大旋風を巻き起こそう、嬉しい。台風の目になっちゃう、なっちゃいたいと思います、いつも。ありがとうね、いつも。今年の夏もたくさん思い出作って楽しい夏にしようね、ありがとう。お、クックさん、ありがとうございます。老報か秘報か愛ちゃんに伝えなきゃいけないので、またお手紙書きます。え、なに3日の生誕来ます。嬉しい、嬉しさと何っていうのが詰まってるので、お手紙も楽しみにしてます。ありがとうね。お、ワイプさん、ありがとうございます。ドラマも楽しみでしかないし、スティックのアイちゃんを支えるべく、あー、ありがとう。これからもたくさん甘えちゃうと思うけど、よろしくね、ワイプさん、大好きだよ、ありがとう。お、続いては神さん、2枚目ありがとうございます。ダンスも揃っててすごいかっこいい、ありがとうございます。愛ちゃんらしく神さんの言ってくれた通り頑張りたいと思います。大好きだよ、ありがとうね。お、雄大さん、ありがとうございます。愛ちゃんに幸せにもらしてもらったけど、あなたに自慢なの推しがセンターになるという経験をさせてもらい、幸せが多すぎて幸せが返しておりません、嬉しい。これからも一生私も幸せを与え続けるので、一緒に幸せになろうね、雄大さん、ありがとう。あれ落ちた。続いてはみのるさん、ありがとうございます。
握手会行くたびに愛ちゃんの笑顔にいつも元気もらってます。ありがとう。みのるさんも健康第一ですから、一緒にね頑張っていこうね。ありがとう、大好きだよ。お、エリカちゃん、ありがとう。2枚目。嬉しい。笑顔やパフォーマンスに元気もらってます。これからもずっとずっと応援させてください。こちらこそ、ずっとずっと応援してください。ありがとう、エリカちゃん、大好きだよ。ありがとう。お、続いてはジャック・ニコルソンさん。ありがとう。ありがとう。とても嬉しいです。私もお祝いしてくれて嬉しいです。ね、昨日も一昨日もめっちゃ爆笑しましたね。楽しかったです。これからも全力で応援してください。ありがとうございます。お、続いてはきよみちゃん。2枚目ありがとう。全然そんな感じしないけど、嬉しい。いつもね楽しくお話ししてくれてありがとうね。また楽しみにしてます。ありがとう、きよみちゃん。お、続いてはイサムさん、ありがとう。お、嬉しい、戻ってきてくれたんだね。サイン会が無事に終わることを願っています。嬉しい、優しい、イサムさん、ありがとうございます。体調に気をつけてお互い頑張ろうね。大好きだよ。ありがとう。お、続いてはトウシキくん、ありがとう。あ、やらかした。お、うまい。毎回ねすっごいね、お話が楽しいし、劇場公演でも幸せもらってますって言ってくれるけど、こちらこそです。20歳の佐藤さんもよろしくお願いします。私もトシキくんのこと大好きだよ。ありがとうね。お、チーパム現れた。ありがとうね。また宝物が増えた。ありがとう。大切にしてね。たくさん飾ってください。ありがとう、チーポム大好きだよ。お、タケッチ、続いてはタケッチ、ありがとうね。愛ちゃん、セットおめでとう。待ちわびてました。嬉しい、ありがとう。本当に嬉しい、嬉しい。ただ愛ちゃんが好きなだけ。ありがとう、いつもタケッチ、私も大好きだよ。ありがとう。お、続いてはまゆちゃん、ありがとうございます。単独センターおめでとう。ありがとうね。ツアーも仙台初日と横浜ラストで入るので楽しみにしてるね。大好きだよ。嬉しい、まゆちゃん、私も楽しみにしてます。大好きだよ。ありがとうね。お、続いてははららさん、ありがとうございます。いつもありがとう。シングルセンターおめでとう。ありがとう。着実に成長しながらこんなに早くセンターになれるなんてすごい。ありがとう。これからも原田さんに私の成長を見守っててほしいです。いつもありがとうね。あいた、ありがとうね。大好きだよ。お、すごい。続いてはのりさん、ありがとうございます。今テレパシー送ってるから受け取ってだって。きっと今お腹が空いてますね。ありがとうございます。届いたかしら。届きました。私も送ったんで届いてますか。ありがとうございます。これからもよろしくね。お、続いてはみよっち、ありがとう。あいちゃん、やっほーやっほー。楽しすぎてやっぱりこちらこそです。いつも本当にゲラですみません。あいちゃん大好きやで、私も大好きやで。ありがとう。続いては、お、ユニちゃん、ありがとう。
前回のリミスタの時に仲が深まったと勝手に思ってるけどいいよね。もちろんすぎる。ありがとう。これからも笑わせにたくさん握手会に行くって笑わせられたいと思います。いつも幸せにしてくれてありがとう。ゆにちゃん大好きだよ。ラブー。ありがとう。お、脱出ゲーム好きさん、ありがとうございます。好きだった。お、前回のシングルでもありがとうございます。応援し続けたいと思うので、ありがとうね。これからも脱出ゲーム好きさんも体調に気をつけて一緒に頑張りましょう。これからもよろしくね。ありがとう。お、モリさん、ありがとうございます。そっか、昇格してから初のサインだね。リミスタは初めて、嬉しい。お、いっぱい来てくれるんだ。ツアーたくさんいい写真撮れるように頑張ります。いっぱい可愛い顔しておきます。ありがとうございます。続いてはパリスさん、ありがとうございます。中国、嬉しい、ありがとう。シェイ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 。あ、同い年、嬉しい。この世界に一緒にいることができて本当に幸せだ。嬉しい。私も幸せです。これからもよろしくね。ありがとう。続いてはしげたん、ありがとう。愛ちゃんが中心でパフォーマンスしている姿がすごく楽しみです。ありがとう。いっぱい見てほしいのでこれからも頑張りますね。天使スマイル、かなりハマる、嬉しい。これからもいっぱいいっぱい AKB 愛してください。ありがとうございます。ありがとうね。お、続いてはかゆちん、ありがとうね。会えなすぎて寂しい。でもこうやってリミスタでね会いに来てくれて本当に嬉しいよ。ありがとう。ロロちゃんパンクしたの。いやー、きっとこれから幸せなことがあるよ。ありがとうね。大好きだよ。いつもありがとう。お、続いてはゴーパブリックさん、ありがとうございます。ね、いっぱい会える機会がこの夏すごくツアーとかもあるからね、楽しみにしてます。私も感謝しかない。私も最高で、最高の自慢の推しでいてね。ありがとう。私もファブちゃんのそばにずっといるからね。ありがとう。お、続いては月影さん、ありがとう。いろいろあると思いますが、すごいいろいろあると思いますが、一緒に楽しみましょうね。ありがとう。私もいろいろあると思いますが、月影さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうね。大好きだよ。お、あつしさん、ありがとうね。そこみらの全力反抗期、春子の練り歩き、おー、いっぱい覚えてくれてる。そうだね、5月以降は私もね会えてないのですごい寂しいけど、やらかし話、20歳も期待しててください。あつしさん大好きだよ。ありがとうね。お、時ひろふみさん、ありがとうございます。嬉しい、お誕生日おめでとう。ありがとうね。あーあ、ちょっと待って、感じタイムでした。劇場公演の生パフォーマンスみたいので当たるように願っといてください。願っときました。当たります、絶対に当たります。ひろみさん、ありがとうね。これからも劇場とかで会いましょう。ありがとう。お、いたぞ、大切にしてね。続いてはピカネズミさん、ありがとう。さっき一部もありがとうございます。嬉しい。
ありがとうございます。1部も2部もありがとうね。これからもよろしく。お、渡辺雄介さん続いてありがとうございます。1部もね、手の反転がすごい。てん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 。ゆうすけさんありがとうね。これからもよろしく。ありがとう。あ、いた。ラベさん。お、続いてはうさぎみかんちゃん。ありがとうね。お、フルネームじゃん。今回は。呼び捨てファンタジーです。こちらこそたくさん幸せをありがとうです。素晴らしい気持ちになりました。最後に愛ちゃんのことが今日もめっちゃ好きやで。うちも海ちゃんのことめっちゃ好きやで。フルネーム指定ファンタジーです。ありがとう。お、続いてはジュリちゃん。ありがとう。暑い毎日はアイスを食べて乗り切ろうね。今ね、気になってるアイスがあるんだよね。新作とかまた一緒に分かち合いましょう。夏の思い出いっぱい作ろうね。ありがとう、ゆりちゃん。あ、続いてはゆかちゃん。ありがとう。お誕生日、私も同じ誕生日。あー、そうだ、昨日話したよね。そうだ、ムニシね、ムニシ同盟ですね。あ、いた。ラテファンなのも熱い。嬉しい。またいっぱいお話しようね。ありがとう、大好きだよ私も。ありがとうね。お、続いては池田裕二さん。ありがとう、いつも。嬉しい。愛ちゃんなら絶対センターになれると思ってました。だって嬉しい、ずっと信じてくれてね、最初から応援してくれてありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。続いてははやちゃん、ありがとうございます。センターおめでとう。アイリスでよかった。え、嬉しい。ありがとうございます。素敵な、これからもアイリスでよかったって思ってもらえるように頑張ります。はやちゃん、ありがとうね。お、にゃーのさん、ありがとうございます。ありがとう。こんなに早くアイちゃんがセンターになるなんて。お、これからも自分に自信を持って頑張ってね。ありがとう。ね、早いかもしれないけど、これから頑張っていこうと思います。お、いたい、アナさん。握手会、待ってます。ありがとうね。お、マロさん。続いてマロさんです。ありがとうございます。お、嬉しい。新しい魅力をさらに引き出されてます。応援しています。これからもマロさん、いた。大事にしてね、サイン。ありがとうね。楽しみにしててね、ただくの。ありがとう。お、のんちゃん。続いてはありがとうございます。初めてサインもらいます。ありがとう。めっちゃ大事にしてます。中学校の先生、頑張ってね。昨日もありがとう。これからも応援してるよ、のんちゃんのこと。ありがとうね。大好きだよ。あ、いた。ラブ。続いてはエジケンさん、ありがとうございます。ありがとう、おめでとう。お話しか行ったことないけど、いつか行きたいな。お、待ってます。ドラマもいっぱい一緒に見ようね。ありがとう。また会おうね。ありがとうございます。お、続いてはひなちゃん、ありがとう。初のリミスタは愛ちゃんに捧げることにしました。嬉しい、捧げられました。嬉しい。愛ちゃんの笑顔はたくさんの人を幸せにしてるってことを忘れないでね。素敵な言葉ありがとう。私もひなちゃんのこと大好きだよ。ありがとうね。お、続いてはみっちーさん、ありがとうございます。そうね、初披露とドラマのね、1話とね、誕生日付近にすごい詰まってましたけど、嬉しい。20歳の1年も
みちさんと一緒に過ごしていきたいです。ありがとうございます。あ、いた、13日会おうね。ありがとう。お、続いては秋田紀城さん、ありがとうございます。責任感の強い愛ちゃんですが、あっちょこちょいなところも魅力的。お、あっちょこちょい。これからも私の瞳はセンター、私の瞳のセンターは愛ちゃんしかないよ。え、嬉しい。これからも真ん中でいられるように今回はハートいくつもらえるから、いじらないでくださいありがとね、また会いましょう。ありがとね。お、続いてはまやや、ありがとう。嬉しいね、最高にきらめいてね、だって。えー、嬉しい、ありがとう。まやや、またいっぱいお話できるの楽しみにしてるね。大好きだよ、ありがとう。お、続いてはデラさん、ありがとうございます。センター頑張り、応援してます。ありがとうございます。これからも頑張るのでぜひ見ててください。ありがとうね。お、ふみふみちゃん、ありがとうございます。いつもあいちゃんからたくさんパワーもらいました。天使愛ちゃん、アイドルの一番星です。嬉しい、大変よくできました。嬉しい。ふみふみちゃん、これからも私も褒めていくのでよろしくね。ありがとね。お、続いては小田さん、ありがとうございます。お、6月の公演にいらっしゃったんですね。すごいなと思い、気になり、嬉しい。そこから頑張った甲斐がありました。これからも応援してほしいです。ありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。お、続いては千葉のカメちゃん、ありがとう。だだだだだ、噛んだ。ありがとうございます。千葉のカメちゃん、そうだね、代表曲になるように私も願ってます。握手会で会えるの楽しみにしてるね。えー、嬉しい。私も楽しみにしてます。ありがとね、ありがとう。会えるの楽しみにしてます。お、続いてはミナオン、ありがとうございます。久しぶりのリップグロスで一目惚れしました。え、嬉しい。めっちゃさ、初期の頃だから全然可愛くないの。サイン会は初めてです。ありがとうございます。これからも応援してください。みなおさん、ありがとうございます。勢いがすごい。シューミーさん、ありがとう。あいちゃんが大好きだ、嬉しい。シューミーさん、私も大好きだ、ありがとう。あ、いた、楽しみ。生誕祭もよろしくね。ありがとう。お、続いては D さん、ありがとうございます。もうお手紙ですね、これは。背景から始まってるからうれしいです。あ、プリコピ対戦しましょうね。さすがに全然負ける気がしないので、絶対また対決しましょう。 D さん、しましょうね。ありがとう大好きだよ。お、続いては T 千尋さん、ありがとうございます。ね、千尋さんももう何枚目って感じだよね。嬉しい。元気100倍、佐藤愛理でいます。ご飯いっぱい食べます。千尋さんも体調に気をつけて頑張ってね。ありがとう。お、続いてはまいちゃん、ありがとう。嬉しい。いつも幸せにしてくれてありがとう。愛ちゃんと出会いをしすことができてとても楽しみだよ。幸せだよ。ありがとう。これからもよろしくね。まいちゃん、私も大好き。ラブ。ありがとうね。お、続いてはゆいゆいちゃん。ゆいゆいちゃん。ゆいゆいさんみたい。
ついに表題曲センターだね、ありがとうございます。可愛くてキラキラな一生懸命な愛ちゃんに共演させてください。嬉しいです。一生一生一緒にいようねありがとうね、大好きだよ。お、続いてはゆめのんさん。ゆめのん、ありがとう。これから毎日のキラキラ笑顔で輝いてね、ありがとう。これからも笑顔で AKB で楽しんでいこうと思いますありがとうね、これからもよろしく。お、続いてはななこちゃん、ありがとうございます。どうしても自分を信じますね、きっと大丈夫だよ、ありがとうね。中国では私もいつもそばにいるよ、ありがとう。たくさん優しい言葉をかけてくれていつもありがとうね。私もご愛に、ありがとう。お、続いては AKB、 AKB 本箱おじさん。字はカタカナじゃないんだね、ひらがな。いつもありがとうございます。握手会で言った言葉めっちゃ覚えてましたありがとう、これからもよろしくね、一緒に楽しみましょう AKB、 ありがとう。お、続いてはあいなちゃん、ありがとうね。あいちゃんが AKB の先頭に立って盛り上げていくのがすごく楽しみです。嬉しい、かわいいあいちゃん大好きだよ、ありがとうね。私もあいなちゃんとお話できてすごく楽しいです。いつもありがとう、大好きだよ。お、続いてはサイくん、ありがとう。そうね、19歳はね、いろいろありすぎてね、もう私も頭がね、こんがらがっちゃってますけど嬉しい、アイドルになってくれてありがとう。私もサイくんと出会えて嬉しいです。サイくん大好きだよ、ありがとう。忘れないピース。続いては与田智さん、ありがとう。ね、20歳のね、当日にね、新曲披露できたのは本当に嬉しいですね。そう、早くコールとか聞きたい、与田智さんの愛ちゃんコールも聞きたいです。いつもありがとうね、大好きだよ。お、楽しみにしてて、ジャケ写見た、見つけた。お、続いては千葉のポラリスさん、ありがとうございます。 AKB に革命が起きた、嬉しい。 MV のねテーマなので、新生 AKB から目が離せないよ、離さないでね。握手会、お話し会で会えるの楽しみにしてます。私も、あ、いた、昨日ぶり、千葉からありがとう、こちらこそありがとう続いてはプルプルちゃん、ありがとう。最近愛ちゃんのことを愛梨呼びするのにハマってます。本当？愛梨って呼んでんの？直接今度愛梨って聞かせてください。愛してるよ愛梨、私も愛してるよプルプル、愛してるよありがとう。お、続いてはヒロさん、ありがとう。まあ、いつも優しい言葉かけてくれてありがとうね。そう、自主練とかね、そう、よく見てくれてる、いつも。生誕祭楽しみ、ドラマも楽しみ、いた、ありがとうヒロさん、いつもありがとうね、大好きだよ。お、続いてはみーたん、ありがとうございます。お、ドラマの続きが楽しみ、嬉しい。明日、明日2話なので2話いっぱい喋ります、ミカちゃん
てこんな嬉しいことはないよ。自慢の足でいてね。嬉しい、ありがとうね。私もミータのこと大好きだよ。ありがとう。お、のむたさん、昨日ぶりです。来てくれるって言ってたよね、リミスタ昨日。嬉しい、ありがとう。サインもありがとうね、大切にします。嬉しいです。これからね、このシングルで仲良くなれるのを期待しています。仲良くなろう。ありがとうね、これからもよろしく。お、なつきちゃん、ありがとうございます。なつきちゃん疲れてるときは天使のお便りを読んでくれてるのかな。ありがとうね。あ、無理しないでね、そういうこと。ありがとうね、優しいね。なつきちゃんいつもありがとう。天使のお便りも楽しみにしててね。ありがとうね。お、続いては翔一さん、ありがとうございます。お、今初見じゃない人が初見ですって言ってますね。違いますちゃんと見てますからね。紅白で見たいです。あ、 AKB を紅白にぜひ連れて行きたい。私も AKB にで紅白に出たいと思います。応援よろしくね。ありがとう。お、そらさん、ありがとう。ついに来たね、佐藤の時代。来ちゃいましたか。2年前の武道館で悔し涙を浮かべてたあの時から、わー嬉しい。ずっと本当に応援してくれてるから、そらくんとまた会えるの楽しみにしてます。いつもありがとうね、大好きだよ。お、続いてはさゆちゃん、ありがとう。ファンに思いやりのある発信をしてくれてありがとう。こちらこそありがとう。あいちゃんのおかげで毎日頑張れてるよ。応援できて幸せです。嬉しい、自慢って言ってくれて。あ、さゆちゃんありがとうね。このサイン届くの楽しみにしててね。大切にしてね。ありがとう、大好きだよ。お、しおりん、しおりんりん、ありがとう。そうだよね、カラコンインクから来てくれるようになって、この期間でまた仲良くなれたら嬉しいです。ありがとうね、しおりん、ありがとう、大好き。お、けんさんありがとうございます。千葉が誇る大天使愛ちゃん、とうとう千葉の誇りになってしまったようです。大ヒット間違いなし、愛ちゃんラブです。私もありがとうね、けんさんラブです。ありがとうね。お、ユーロさん、ありがとうございます。頑張りがみんなに認められた結果ですよね。だってありがとうね。そうかな、認められたのかな。愛ちゃんが笑顔でいてくれると元気をもらえて嬉しくなります。ありがとう、これからも応援してね。あいた、ユーロさん大切にしてね、飾ってね、キッチンにありがとう、ユーロさん。お、続いては直哉さん、ありがとうございます。やばい嬉しい、君は本当に偉い。はい世界一、今だけはもしかしたら世界一偉いのかも。アイリーと話すのは本当に楽しい、幸せをありがとう。アイリー、直哉、直哉さんいつもありがとう。私も楽しいよ、大好きだよ。これからもよろしくね。ありがとう。お、よしさん、ありがとうございます。わあ嬉しい、優しい言葉をありがとうございます。よしさんも本当無理せずに一緒に頑張ろうね。ありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、大切にしてね。あ、漢字タイムです。お、一級東京を一発で木村剛さん、ありがとうございます。やばいね、大人の仲間入りになっちゃいましたね。
可愛らしいのでこれからも応援していくね。初サインゲットしてくれてありがとうございます。大切にしてね、これからもよろしくね。ありがとう。お、つるりんだるまさん、昨日ぶりです。ありがとうございます。キラキラの愛ちゃん大好きです。ありがとうございます。これからもキラキラ輝けるように頑張ります。ありがとうね、つるりんだるまさん。あ、いた、宝物にしてね。ありがとう。いや、よく覚えてるね、去年の話なのに。そう、このね、萌えっていうね字が得意なので、萌えさんありがとうございます。今回も上手な萌えを期待してるよ。どう？上手でしょ。ありがとう萌えさん、今回もありがとうね。お、続いてはうっちゃん、ありがとう。君はマジで特別だよ。マジ？マジですか？心強く頑張って、嬉しい。次の目標まで一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。うっちゃん、これからもよろしくね。大好きだよ。あ、続いてはゆずゆずこちゃん、ゆずこさん、ありがとうございます。7月19日が誕生日。お、同い年？え、嬉しい。じゃあ7月の握手会とかでお祝いできたら嬉しいな。ありがとう。来年もまたお祝いさせてね。ありがとう。やばい、久しぶり。続いてはたぬきのこさん、忘れられたのかと思ったよ。純粋に愛ちゃんのことを応援してます。元カノに似てる説はなくなりましたか？ありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。お、続いてはごまなさん、ありがとうございます。嬉しい、挑戦し続ける姿に尊敬します。ありがとうございます。おお、新しいことに挑戦してるんだね、7月から。嬉しい、お互い頑張ろうね。本当に新しい環境ってすごく大変なんだけどね、すごい偉いことだし素敵なことだから一緒に頑張ろうね。ありがとう。お、かずきくん、ありがとうございます。かずきさん、1部に続いて2部もゲット、ありがとう。嬉しい、サインゲット、サインゲット、サインゲット。あ、やばい、フラコミンクの愛ちゃん等身大と一緒に飾るね。等身大パネル、あ、嬉しい、一緒に飾ったね。これからも大好きだよ、私も。ありがとう。お、続いてはあきひとさん、ありがとうございます。愛ちゃんの可愛さからキレキレのダンスだったり、いろんな表情を見れたり、とても素敵な作品だなって思ってます。だって、あ、嬉しい。これからもいろんな表情をしていくので絶対に見逃さないでください。あきひとさん、ありがとうございます。お、えだいさん、ありがとう。5月に発表されてから、え、5月だっけ？そっか、発表は5月だったのか。嬉しい、楽しみにしててくれたんだね。お誕生日おめでとう。ありがとう。ドラマも引き続き、あ、いた、えだしさん、これからもよろしくね。大好きだよ。ありがとうね。お、続いては聖子さん。ほんとこの名前変えなさい、変えなさいよ。嬉しい、センターおめでとうって言ってくれて私も嬉しいです。いつもよりドキドキして見てました。嘘、こいじゃった。みんなでおいおい叫ぶぞ。聖子さんの大きい声聞かせてくださいね。ありがとうね。お、続いてはムーさん、ありがとうございます。佐藤愛理の時代が来ましたね。来ましたかね。これからも佐藤愛理の時代続けられるように頑張りたいと思います。ムーさん、ありがとう。これからもよろしくね。ありがとうね。
お、続いてはゆうかちゃん、ありがとう。え、嬉しい、布教してくれてるな。佐藤 ID っていう動画も見せてあげちゃってください。ありがとうね、応援してくれて、これからもよろしく。お、サトシックスさん、ありがとうございます。大喜利がうまくいかなくて泣いてしまったり、美しい放物線を靴が描いたり、ねえやばい。いろんな君を見てきたけど、一番前に立っている君が最高に素敵だ。ありがとう。あ、いた。嬉しい。こんなこと言ってくれるなんて思ってなかった。すごい嬉しいです。これからもよろしくね、サトシックスさん。ありがとう。お、キノさん、ありがとうございます。これからも応援してもらえるように頑張りますね。この期間でいっぱいいっぱい仲良くなりましょう。キノさん、ありがとう。あ、見つけたよ。大切にしてね。ありがとう。お、続いては名古屋の先生、ありがとうございます。嬉しい。握手会とかでね、いつもぬいぐるみ見せてくれたりするの嬉しいです。ありがとうございます。バカみたいな話も真剣に聞いてくれる愛ちゃんが大好きです。嬉しい。ありがとうね。これからもよろしく。ありがとう。お、それでは赤星慎吾さん、続いてありがとうございます。忘れてた、隠すの。いろんな歌番組で真ん中で歌って踊る愛ちゃんを楽しみにしてます。嬉しいです。どうですか、もう2回くらい披露させていただいたんですけど、感想とかもすごい楽しみにしてますね。ありがとうございます、シンガーさん。ありがとう。ちょっと待って、すごく難しいよ。少々お待ち。ほう、ちょっと待って。はっ、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 いつもありがとうございます。握手会とオンラインお話し会でまた応援できることを楽しみにしてます。嬉しい。私もすごく楽しみにしてるね。ありがとう、いい会さん。これからもよろしくね。あ、続いては高橋克美さん、ありがとうございます。ハンジタイムです。ほっ、おー、いいよいいよ。センターおめでとう。楽しみにしてるよ。ありがとうね。感想も聞かせてくれたら嬉しいです。またいっぱい話しようね。ありがとう。楽しみにしててね。ただったの、ありがとうございます。続いては豚の生姜焼きさん、ありがとう。あのさ、これ前回も言ってなかった、君に会うたび恋をするだろう何回だって言ってたよね。絶対今ね、そこみらで君にあたり恋をするやってるんで、もう何回だって私に恋しちゃってください。いつもいっぱいいっぱいお話できて楽しいです。大好きだよ。ありがとうね。続いてはガンタウガさん、ありがとうございます。ノリオさん当たりました。お、もう出てる。
るんだ納涼祭のあれって、嬉しい。2回目です、私も納涼祭。わっ、そっか、最高な3日間だね。握手会もレンチャンであるので楽しみにしてます。ありがとうね、納涼祭も楽しみ、ありがとう。お、続いてはくまちゃん、ありがとう、嬉しい。表情パフォーマンスすべて大好きすぎです嬉しいよくまちゃん、かわいいアリちゃんいっぱい見れるの楽しみにします。え、福岡ちょっと楽しみにしてて、今シングルもアイリー赤たん、あ、アイリー大人さん、ありがとう、大切にしてください。くまちゃんありがとうね。お、続いてはともぴー、え、おんともさん、ともぴーっていう名前もあるんですか、かわいい、なんかともぴー、今度呼んでみよう小さい子にロに呼ばれてた、名前も欲しかったので呼ばれて嬉しいです。あー、そういうことね、これからともぴーって呼ぶね、絶対忘れないから、ありがとうねね、愛ちゃんファンはみんな素敵、本当にそう、マジで。続いてはニューさん、ありがとうございます。1部も2部ももうね、1部でね書けるようになったんで、2部はとっても綺麗に書きました、ありがとうね、ニューさんありがとうね。おちょっと待って、続いてはヨコヤン、ありがとう。アイちゃん専用ウーバーイーツ配達員、嘘、そうなん、ちょっと読んだらじゃあ来てよ。 5シングル目なのに愛ちゃんの目の前に結婚しよう結婚しようね、よくやん、幸せになろうね、ありがとう、大好きだよ。ウーバーイーツなの、ほんと。お、続いてははるさん、ありがとう。そう、初センターのアザージャケットサインだから私もすごく特別です、嬉しい、宝物にしてね、嬉しい。わー、大好きだよ、私も大好きだよ、はるさんありがとう、これからもよろしくね。お、ゆぴしさん、続いてはゆぴしさん、ありがとう。2部門、愛ちゃんのダンスやどこにいてもわかるキラキラ感が大好きです、嬉しいゆいさんとズッキーさんに可愛がれてる姿が可愛くて微笑ましいです、いや大好きです気負わずに愛ちゃんらしく楽しんでください、ありがとうございます、これからもよろしくね、ありがとう。お、続いてははるさん、いつもありがとうございます。もうね、恋積んじゃった、いっぱい聞いて、恋佐藤愛理に積んじゃってください、はるさんありがとうございます。お、続いてはみちのくのたけしさん、ありがとうございます。MV もたくさんね見てくれたら嬉しいです、すごい素敵なので、ありがとう、たけしさんこれからもよろしくね、ありがとう。お、みーちゃんありがとう、嬉しい、すごい最初から見てくれててありがとうね、衣装も可愛いし MV も歌番組も良かった、同い年なのに頑張ってて憧れます、嬉しい、大好き、私もみーちゃんのこと大好きだよ、ありがとうね。お、続いては大好きさん、ありがとうございます。大好きさん、先日の振り返り握手会でもお会いできてとても可愛かったです、嬉しい、ありがとうね、ほんと振り返まで待っててくれて感謝しかないです、ありがとうございます。またいろんなところでお会いしましょう、ありがとうございます。お、続いては台湾からのコウさん、
ありがとうございます。2枚目やね。わ、ぜひ台湾に旅行に来てください。絶対に行きます。本当にね、行きたいの。頑張って台湾お話できるように頑張る。ありがとう、コウさん。いつもありがとうね。お、マサさん、ありがとうございます。ダンスや MV の世界観、とてもかっこいいですね。嬉しい。なんかさ、新鮮な感じだよね。嬉しいです。経験、大きな経験を経て魅力的になっていかれちゃうね。出会えるのが楽しみです。嬉しい。これからもたくさん愛をあって、成長してる姿を見てほしいから、ずっと見ててね、マサさん。ありがとう。お、続いてはのんさん、ありがとう。のんさん、あいちゃんが笑顔いっぱいでパフォーマンスしてる姿が大好きです。ありがとうね。これからも笑顔いっぱいで、もう20歳になったからさらに元気にパフォーマンスするので、ずっと見ててね。ありがとう。お、続いては天田先生、ありがとうございます。あいちゃんの元気に、笑顔に元気をもらってます。嬉しい、ありがとう。あ、なるさんね、バレーボールのユニフォームいつも着てるよって。すごい嬉しい、そうやって書いてくれてるから、またピンと来ますね。ありがとう、天田先生、ありがとうね。ピンときたわ。ドラマのね、主題歌です。お、続いてはてるちゃん、ありがとうございます。初のリミスト購入は愛ちゃんです。嬉しい。あ、誕生日なの、フラゲ。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。それめっちゃお誕生日お祝いとして私も盛り上げていけるように頑張ります。ありがとう。お誕生日おめでとうって先に言っとくね。てるちゃんおめでとう。あ、続いては謎のシーズンオフさん、ありがとうございます。謎のシーズンインでインですね。いつもふざけた話しかしないけど、ほんと体調に気をつけてくださいよ、謎さん。ありがとうね、大好きだよ。わっ、来た、ありがとうございます。安井拓也さん、もうね、ほんとに行けるよ、愛ちゃんならできるよ。あー、できる、私ならできる。ありがとうございます、安井拓也さん。1部門2部門ありがとうね。これからもよろしく。ありがとう。難しいよ、ちょっと待ってね。お、来た。あ、ジュアリュレイさん、ありがとうございます。これからも悔いのないように精一杯頑張ってください。ありがとう。I need you? More I need? I need you? ありがとうございます。お、しんちゃん、ありがとうね。続いてはしんちゃん、昨日ね、オンラインお話し会でこのコメントわざわざ読んでくれたのでありがとうございます。2回目も読んじゃいますね。ありがとうね。あさっての生誕祭見に行きます。ありがとう。私も大好きだよ、しんちゃん、いつもありがとう。お、続いてはあーやや、あーやや、ありがとう。音楽番組で一目惚れしてから、嬉しい。いつのだろう。これからたくさん仲良くなれたら嬉しいです。新曲たくさん聴いてね。ありがとう。あーやや、ありがとう。
続いてはヨウさん、ありがとうございます。ちょうど今日誕生日だから、え、おめでとう。誕生日プレゼントになるかな、なったら嬉しいですね。初めましてできたらね、またお祝いするね。ヨウさん、お誕生日おめでとう、ありがとうね。お、続いてはルイさん、ありがとうございます。コイツンジャッタの衣装が今もう2着あるんですけど、 MV 衣装もすごく可愛いし、赤チェックも可愛いのでいっぱい見てね。ありがとうルイさん。お、続いてはココリコさん、ありがとうございます。お、ボナブーマティブー、オンライン話し会でね、ボナブーマティブーが流行りそうです。あ、ココリコさんいた、やっほー。昇格ライブで初めて福岡に行くから今から楽しみにしてるね。生誕祭めっちゃ盛り上がっていこう。ありがとうココリコさん、私も大好きやで、ありがとう。楽しみ、7月いっぱい。お、続いてはツナマヨさん、ありがとうございます。今日はツナマヨおにぎりを食べたかと思いきや昆布を食べました。愛ちゃんらしく明るく元気でいてください。ありがとう、ツナマヨさんにいつも元気もらってます。これからもよろしくね、ありがとう。難しい。来た、中国のファンです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。キャンディーエミリーさん、ありがとうございます。これからもよろしくね、ありがとうだよ。これは2枚なんだね、嬉しい。小林さん小林さんっていうのこれから仲良くなっていっぱい話しましょうね。ありがとうございます。お、2度目まして、ありがとうございます。続いてはゆりちゃかん、ゆりちゃかん、ありがとう。あいりちゃんのパフォーマンスを見て頑張ってたんだなと思ってうるうるしちゃいました。ゆりちゃかんが嬉し涙を流すように、私もいっぱい頑張るのでずっと見ててね、ありがとうね。お、シドさん、続いてはシドさんです。出た、必死のパッチ、必死のパッチで帰ってますか。間に合ったかな、間に合った。あ、いた、ごめんね、生誕祭盛り上げてね、シドさん、いっぱい私も楽しませます、ありがとうございます。お帰り、お疲れです。あ、みかんちゃん、続いてはみかんちゃんです。嬉しい、昨日ぶり、アイスのパフォーマンスが大好きなので嬉しいです。センターとしての姿を見ることができて嬉しいです。これからもいっぱい頑張るのでずっと見ててね、みかんちゃん、ありがとう。お、続いてはスターフラッシュさん、ありがとうございます。ありがとう。センターおめでとう。急ね、好きなドーナツを教えてほしいちょっと待って、急すぎない？私はポンデリングとイチゴがかかったドーナツが好きです。よろしくお願いします。好きなドーナツ、なんで急に、面白いね。お、続いてはピアニッシモさん、ありがとうございます。誕生日が近くて一緒にお祝いできてよかったね。ケーキも出してくれてありがとう。お、ドラマもセンターも嬉しいこといっぱい、続きはお話し会でよろしく、嬉しいです。たくさんたくさんいつもありがとうね。これからもよろしく、ピアニッシモさん、ありがとう、大好きだよ。お、続いては
ちゃん、ありがとうございます。わあ、嬉しい。何回も繰り返し見てます。いっぱい見てくれると嬉しいです。今年の夏は今までの人生の中で一番最高の夏です。嬉しい。これからも応援してます。大好きです。嬉しい。私もこれからも素敵な夏にできるように頑張ります。まおちゃん、私も大好きだよ。ありがとね。お、続いてはみーちゃん、ありがとね。お話し会で、オンラインお話し会で覚えててくれて嬉しかった。もちろんだよ。嬉しい。会いに行くからね。ドラマも CM もイベントすごく良かった。いつも返す大好きです。私もみーちゃんのこと大好きだよ。ありがとう。会えるの楽しみにしてるね。お、続いてはまことさん、ありがとうございます。あいちゃんのかっこいいダンスが大好きなので。え、そんなに好きなの、嬉しい。体に気をつけて活動してください。ありがとう。まことさんもかっこいいダンス好きって言ってくれてありがとう。これからも頑張るね。ありがとう。お、千葉ゆうすけさん、ありがとうございます。え、そっか、春コンに、春コンの映像が入ってるのか。パパには言えない夜がまた見るのが楽しみです。まださ、2回くらいしかやったことないから、またお披露目できたら嬉しいな。いっぱいたくさん見てくれてありがとう。これからもよろしくね。お、しのぶさん、ありがとうございます。続いてはしのぶさんです。愛ちゃんに名前呼んでもらうの初めてです。あ、嬉しい。これが初めてってことか。嬉しいです。幸せにしてくれてありがとう。幸せにします。嬉しい、大好き。これからも嬉しい。これからも嬉しいこといっぱい二人でね叶えていけたら嬉しいです。ありがとうございます。しのぶさん、これからよろしくね。お、続いてはさおりちゃん、ありがとう。愛ちゃんがセンターになれたことを知ったときすごく嬉しかったよ。ありがとう。一緒に喜んでくれて嬉しいです。毎週会を楽しみにしてるよ。あ、嬉しい。ドラマ明日楽しみだね。一緒に見ようね。ありがとう。これからもよろしく。お、続いては大輔さん、ありがとうございます。ありがとう。センターになる前に会いに来ましたと伝えたものです。あ、やばい、めっちゃ覚えてる。嬉しい。プレッシャーあると思いますが、愛ちゃんならできるよ。頑張ってね。嬉しいです。また会いたい。大輔さん、めっちゃ覚えてる。ありがとうね。これからもいっぱいお話して仲良くなりましょう。応援よろしくね。ありがとう。お、続いてはティッピさん、ありがとうございます。愛ちゃん大好き。 Hope you will be in Bangkok soon。 嬉しい。また行きたいなって思ってます。日本でもバンコクでも会えるように私も語学頑張りますね。ありがとね。ありがとう。ピーピーさん、ありがとうございます。お、続いてはおせなちゃん、いるか。海かわいい。海かわいい。デコパシーが尊すぎてこの橋海かちゃんの大好きが止まりません。あれ、アイリちゃんは、佐藤アイリちゃんへは。そっか、嬉しい。頑張る理由が増えた。ミカちゃんとロケット作って宇宙に行きたいんですけど。一緒に宇宙目指して頑張ろうね。おせらちゃん、いつも応援してるよ。ありがとね。あ、続いてはいつきちゃん、ありがとう。嬉しい。忙しい毎日を乗り越える佐藤愛理選手に大きな拍手。あー、嬉しい。あ、いつきちゃん、愛理さんからの愛でお腹いっぱい。わっ、お腹いっぱいだけどまだまだ入るよね。
食べられますか、まだ私の愛は。嬉しい、大好き、渋滞中、私も大好きだよ、ずっと。ありがとう、いつきちゃん。あ、続いてはなつかさん、ありがとうございます。まあね、最高の夏にしましょうね。ツアーとかお話し会とかいろいろドラマとかね、盛りだくさんの夏にしていきましょう。ありがとうございます。お、続いてはまさひろさん、ありがとうございます。嬉しい、かっこいいパフォーマンスありがとうございます。こちらこそ見てくれてありがとうございます。気負いすぎずに頑張ってください。まあ、テレパス明日楽しみにしててください。いつもありがとうね。これからもよろしく。お、ご自分さん、ありがとうございます。今回は。お、できた。頑張り屋さないちゃんのパフォーマンスは完璧なので、心配ご用も、ご用も、ご用、心配ご無用か。噛んじゃったよ。え、嬉しいです。いっぱい食べて睡眠時間もとるので、ポジムーンさんも体調に気をつけて一緒に頑張ろうね、今年も。ありがとうね。続いては、うんゆうさん。うんゆう？すごい、かわいいんした。ありがとうございます。ね、MV とか、この新曲たくさん聴いて、この夏は恋積んじゃった期間にしてください。いっぱいありがとうございます。また会おうね。お、で、うん、いた、うんゆうちゃん、伝言忘れてました。大丈夫だよ、次、次をちょうだいね。ありがとう。お、続いてはけいすけさん、ありがとうございます。いつも笑顔ありがとう。こちらこそ、癒されてたら嬉しいです。これからも応援してます。ありがとうございます。いや、ほんと私の笑顔で癒しになるならいくらでも届けますよ。ありがとう、けいすけさん、これからもよろしくね。お、続いてはかゆちん、ありがとう。かゆちん寂しいって言ってたけど、次会えた時にいっぱい嬉しさがね、多分 倍増すると思うので、一緒に頑張ろうね。今日も私も大好きだよ、かゆちん、ありがとう。お、続いては京都まさひろさん、ありがとうございます。まさひろさん、 AKB 興味ない人に世帯をもっと知っていただくチャンスだから頑張って。まあ、そうだよね。いっぱい知ってもらえるように、私も頑張りたいと思います。まさひろさん、ありがとうございます。ありがとうね。大好きだよ。お、続いては、ゆきひささん、ありがとうございます。ライブで踊る姿を見れるの楽しみにしてます。あ、嬉しい。近いうちに会えるといいですけど、ゆきひささん、ありがとうございます。これからも応援してね。ありがとう。お、続いては、りほちゃん、ありがとうございます。MV の愛ちゃんすぎて何回も見てるよ。これからも大好き。ありがとう。嬉しい。結構ね、かっこつけ愛ちゃんですけど、好きって言ってもらえて嬉しいです。りほちゃん、ありがとうね。これからも大好きだよ。ありがとう。お、続いては空耳さん、ありがとうございます。あ、こいじゃった、こいじゃったって言ってくれてる、嬉しい。絶対私たちの中だけだな、アイリスの中だけ。ありがとう、話せる時間も大好きだよ、ずっとラブ。私もね、あ、いた、あいちゃん。戦隊祭はオンデマで見守るね。オンデマ最善で見守っててください。ありがとう、空耳さん、大好きだよ。ありがとう。お、続いては長田大輝さん、ありがとうございます。わー、嬉しい。元気もらってるよ、テレパスすごい可愛かったよ。わー、嬉しいね。ダンスめっちゃ早いよね、これ。
でも見てくれて本当に嬉しいです。これからもずっと応援してる、大好きだよ、私も大輝さん大好きだよ、ありがとうね。お、続いては小柴田さん、ありがとうございます。ね、たくさんの嬉しいことを共有できて幸せです。私も喜んでくれて本当に嬉しいで、なんか自分のように喜んでくれてあー嬉しい、心の支えです。私も小柴田さんが心の支えです、ありがとうございます。私も大好きだよ小柴田さん、ありがとう。お、タロウは、次はタロウアツさん、ありがとうございます。お便り見て慌てて申し込んだで、すごい嬉しい、なんかお便りちゃんと読んでくれてるんだなって実感しますね。120字で伝えられる嬉しい、このシングル期間も誕生日20歳になったので一緒に盛り上がっていきましょう。タロウアツさんいつもありがとうね、大好きだよ。お、続いてはあーちゃん、ありがとう。お顔めっちゃ可愛いステージのオーラがすごいのにやばい、お話し会や握手会ではゲラというギャップを持ってるあいちゃん、やばいね、ずっと笑ってるもんね。なんかこれからも一緒に楽しい時間を過ごそうね、大好きだよあーちゃん。あー、いた、ありがとう、大切にしてね、大好きだよ。あ、ひろゆきさん、ありがとうございます。おっと、いつかは戦隊になるべき潜在だったと思ってたけど、嬉しい、ずっと最初からね、なんか私の夢を応援してくれて本当にありがたいです愛ちゃんの支えに少しでもなれるように、もうなってますよ、ありがとうございます。これからも支えにさせてください、ありがとうね、大好きだよ。お、ともさん、ありがとうやばいモノマネをされたり DDG されたり、愛ちゃんとの距離が縮まったような気がして嬉しい、本当にそう、なんかね、最初の距離感とは全然違いますよね。これから生誕祭楽しみにしてる、ありがとう。これからもいっぱいいっぱい楽しみましょう、ふざけ合いましょうね、ともさん、ありがとうね、大好きだよ。うん、ヨネさん、続いてはヨネさん、ありがとうございます。初にミスター、嬉しい、ありがとう。やばい、一緒にロッテの応援しようね、嬉しい、一緒にロッテと佐藤愛理の応援をよろしくお願いします。ヨネさん、ありがとうね、いつも大好きだよ。お、続いてはあや、ありがとう。愛らしく突っ走ってくれたら人生に悔いないです、本当。私じゃあ、あやが悔いを残らない人生になるように突っ走っていきたいと思います。一生愛してるよ私も、ありがとうね、あや、あい、はい。お、続いてははやりんごさん、ありがとうございます。はい、主演で勢いを感じます、嬉しい、そうドラマね、明日2話なので楽しみにしてくれたら嬉しいです。ツアーとかも楽しみだね、嬉しい、ありがとうございます。いっぱい素敵な夏にしようね、ありがとう。お、萌え愛さん、続いては萌え愛です。萌え愛、こいつジェットのイベントやツアーも始まるね、嬉しいウミカちゃんのことも見守って宇宙に行こう、一緒に宇宙に行こうね、明日も2話なのでぜひ見てください、ありがとう萌えさん。お、続いてははるなちゃん、ありがとう。こいつジェットいっぱい聞くね、ありがとうね。 MV もたくさん見て、曲も聴いてってやってくれたらすごくすごく嬉しいです。私もはるなちゃんのこと大好きだよ、ありがとうね。続いてはりっこさん、りっこさん、
ありがとうございます。お、嬉しい。愛ちゃんが一番大好き。本当？めちゃくちゃ嬉しいです。永遠に愛ちゃんを応援したいと思います。嬉しい。これからもずっと輝いてるのでずっと見ててください。りっこさん、ありがとうございます。お、続いては山友さん、ありがとうございます。あー何もなかった。今はすごい綺麗に描いたよ、ちゃんとね。愛ちゃんがセンターだと画面からも勢いを感じられてすごい良かったです。え、すごい。それをね目指してたから嬉しいです。画面越しでもちゃんと勢いが伝わるようにって、伝わってて嬉しい。ありがとう山友さん、これからもよろしくね。ありがとう。あ、次ではナッカーさん、ありがとうございます。すごいセンター楽しみにしてくれてたから嬉しい。ありがとうね。ライブやパフォーマンスや握手会でたくさん幸せを届けていただき感謝の気持ちでいっぱいです。もう私こそ感謝の気持ちでいっぱいです。これからも愛ちゃん推しでいてくださいね。ありがとうございます。ナッカーさん大好きだよ。お、続いては道の子のたけしさん、ありがとうございます。メッセージ忘れたので追加で買いました。メッセージのためにわざわざ、嬉しい。ありがとうございます。そして少し薄くなったけど、お誕生日おめでとう。主演センターおめでとう。ありがとうございます。わざわざコメントのために、あ、いた、来た来たおもろすぎ。いっぱいねこうやってリミストで前に来てくれてありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。お、続いては吉高さん、ありがとうございます。また会いに行くからね。7月7日は織姫ヘアして、7月7日会いに来てくれるんですか？振り替え、ありがとうね、待っててくれて。織姫ヘアはちょっとあと365日くらいちょっと悩んでおこうと思います。ありがとう、また会えるの楽しみにしてるね。ありがとうね。365日はちょっと考える時間が必要かな。続いてはカミュさん、ありがとうございます。お話し会やお話握手会がとても楽しいです。嬉しい。カミュさん DD なの？まあまあまあ、いろんなグループが好きっていうね、アイドルさんがね。またいろんなお話しましょうね。ありがとうございます。カミュさん、ありがとうね。お、続いてはソウくん、昨日ぶりです。ね、先日話し始めてすごい楽しくてさ、めちゃめちゃ可愛いでした。嬉しいです。ありがとうございます。たくさんね、最高の夏にしようね。そうくん、これからよろしくね。届くの楽しみにしてて。あ、いた、ありがとう。ありがとう、これからよろしくね。続いては高久さん、ありがとうございます。初めてサインもらいます。嬉しい。ミミスタが初めてって嬉しいですね。ソロジャケ社なのでセンターにライブに一気にスターが増えるけど、頑張ってこれからの EKB よろしく。わー、嬉しいです。これから頑張りますのでぜひ応援をよろしくお願いします。高久さん、ありがとうね。これからもよろしく。お、続いてはヒロトさん、ありがとうございます。たくさん嬉しいことが決まってたくさん頑張ってて偉いけど心配にもなっちゃいます。ありがとう。本当にね、なんか頑張ってる姿を届けられるだけで私は幸せです。心の支えになりたいし、愛を伝え続けたい。だから愛を貫くと誓います。突き通させてください。あ、ここに誓ってください。ひろとさん私もずっと幸せにするって誓いますので。ありがとうね、平田さん、ありがとう。お、続いてはクリプトンさん、ありがとうございます。
さ、いろんなことがありすぎて、クリプトンさん頭がおかしくなりそうだよって言ってるけど、本当にね、私もそんな感じでした。ダンスに圧倒されたし、愛ちゃんがかっこよすぎて感動してますます好きになった。え、嬉しい。クリプトンさん、いっぱいいっぱいもっと好きになってもらえるようにこれからも頑張ります。ありがとうね、大好きだよ。あ、続いてはみなちゃん、ありがとうございます。こいつんじゃった大好きで毎日聞いてます。キャー、嬉しい。なんかさ、朝聞くとすごいさ元気になるよソロジャキシャがめっちゃ可愛いので。あ、そう、配信用のね、ソロジャケシャね、あれ、そう、実際 CD はなにはならないんだけど、これを挟んでぜひね、いっぱい眺めてくださいみなちゃん、ありがとうね、大好きだよ。お、続いては大輔さん、ありがとうございます。配信は見に来れないかもしれないけど、実際に届くの楽しみにしてます。いやー、嬉しいね。本当に忙しい中頼んでくれてありがとうございます、大輔さん。お、テレパス楽しみにしてて、明日ありがとうね。お、続いてはジャービスさん、ありがとうございます。嬉しい。毎日 YouTube で新曲の MV 見てるよ。嬉しい。 MV さ、本当にさ、魔法学校みたいな感じでね、私もすごい好きな MV なので見てくれて嬉しいです。ジャービスさん、ありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。はー、終わりましたわー、ちょっといっぱい長くなっちゃって本当にごめんなさい。積んじゃった、こい、積んじゃった。終わりました。皆さん見ててくれてありがとう。ありがとうね。私はこれから夜レッスンがあるので頑張っていきたいと思います。今日はね、本当に初めてのセンターのリミスタでこんなにたくさん来てくれると思ってなかったからすごい嬉しいですし、なんかね、コンジェクションもいい感じだしいい感じだし、みんなに早く届いてほしいなっていう気持ちでいっぱいです。大切にしてくださいね。破いたりしないでくださいね。水に濡らしたり洗濯機で洗ったりしないでください。分かりましたか？今日はね、今日のコーデはなんか、まあ新曲が制服っぽいので、ちょっと制服ではないんだけど、制服みたいな私服にしてみました。この ネクタイのここが好き。かわいいし。そう、どう？かわいい？お、それではランキング読んでスクショタイムにしようか。お、それではランキング読ませていただきます。13位、空耳さん、ありがとうございます。12位、ヒロさん、ありがとうございます。11位、ケイセティンさん、ありがとうございます。10位、コジムーンさん、ありがとうございます。お、9位、ケイスケさん、ありがとうございます。ケイスケさん。8位、パンダマルさん、ありがとうございます。7位、シドさん、ありがとうございます。6位、キノさん、ありがとうございます。5位、ワイプさん、生誕祭楽しみ、ありがとう。4位、ひろみちん、ありがとうございます。3位、ナックさん、ありがとうございます。2位、パブちゃん、ありがとうございます。そして1位は、かよちん、ありがとう。そして見てくださった皆さん、ありがとうございます。いっぱいいっぱいありがとうだ、ありがとう。ちょっとさ、可愛く撮ってもらいたいから、リップの人に、あ、リップと、あと目薬。売り終わりました。可愛くね、撮ってもらわないといけないからね。
いい感じ。どうだ。じゃあ、いっぱい撮ってくださいいっぱい撮ってくださいじゃあ、このこと、あ、声死んじゃった、あ、目薬が、4月3日楽しみです、本当に生誕祭。どう？お気に入りなんですよこの私服気にした用に買いましたけど、ちょっとじゃあちょっとちゃんと見てほしい。暑くはなかった、20歳。ありがとう。ありがとうございました。2歳になってた。嘘。こっち？こっち？ちょっと待って、もう一回撮って。もう一回。どうだ、いいでしょうありがとうございました。この恋つんちゃったがたくさんの人に愛されますように、発売日はまだなんですけどね、たくさんチェックしてくれてありがとうございますまたお話し会とか握手会とか公演とかコンサートとかいろんなイベントとか盛りだくさんの夏になると思いますので、この新聞期間もよろしくお願いします。ありがとうございました。大好きだよみんな、ありがとう。また会いましょう。レッスンに行ってきます。おやすみなさい。ありがとう。